はい、大阪の阿部の区にある重症症状専門整体院体コンディショニング三つです、今日も動画をご覧になっていただきありがとうございます。今日のね、テーマは自分の体と会話しろっていうことですね。うん、己を知るっていうことです。うん、どういうことかって言ったら、痛みができる過程っていろいろあると思うんですけど、今ずっとそれぞれ、抱えてる体のことで抱えてる悩み、腰痛、膝痛、肩痛、まあいろいろあると思うんですけども、頭痛もそうですし、そういったものって何からできてる、何が原因で生じてるっていうところなんですね。もちろんそもそも骨格的なもの、解剖学的なもの、筋肉、関節、そういった部分が、まあ、原因であれば、まあ、極端に言ったら、筋肉修復したり、骨折とかやったら、まあ、肘とくっついたり、姿勢が整ったりとか、それは痛みって取れると思うんですけど、それ、まあ、短期間よりも長期間、長いことずっと、今の痛みが続いて、いろいろ悩み抱えられて、いろいろ治療院行ったりとか、自分で自身でいろいろ取り組んだりしてると思うんですね。そういう人も結構多いと思うんですよ。まあ最初に戻るんですけど、原因が何なのかということなんですけど、結局ね、原因っていうのはあなた自身にあるということなんです。原因よく聞きません？腰痛、まあそこら中でよく今出てるのが、腰痛の原因は腰にはないとか、膝痛の原因は膝にはないとか、ああいうのは、まあ、ひっくるめて、まあ、簡単に言ったら、あなた自身が日常生活上作っていった結果が今の痛みなんですよということです。で、結局どういうことしたら自分調子良くなる、悪くいい状態が、まあ、続いてるんやろうなとか、こういうことしたら調子いいなとか、体とね、やっぱり会話していく日常の中で、まあ、習慣というかね、ただ痛いわ、ただやみこに毎日仕事をして、痛み今日はどうやった、症状どうやったって考えるんじゃなくて、生まれつきその痛みがあったかって言ったら違いますよね。だから、作り上げてきたものやから、結局は自分自身でその辺を打開していくっていうことすごい大事なんですね。もちろん頼るところは頼りますよ。治療してもらうとか一度見てもらうっていうのは大事なんですけど、でもあまりにもね、薬とか注射とか、整体とか回路とか何でもマッサージとかいろいろあるけど、あまりにもね頼りすぎてます。だから自然治癒力、免疫力っていうのはどんどん下がっていくんですね。自分で治す力はどんどん弱っていっちゃうんですよ。だから、しっかりね、歩くんやったらちょっと歩いてみる。朝痛いのか、昼痛いのか、夜痛いのか、によっても違うし、だから、歩く距離、時間、運動、体操、なんでもあるんですけど、それって、本当にあなたに、今のあなたの状態に合ってますかっていうことなんですね。それも日によって違うと思うんです。そのやるタイミングによっても違うと思うんです。そういった部分もね、もっともっと、掘り下げてお花に水あげるみたいに、いきなりお花、お花とか見ても肥料とか水あげるタイミングってわからないですよね。でもずっとあげてる人って、あ、ここ枯れてるなとか、ここ咲きそうやなとか、ここで土耕して水あげてとかタイミングわかると思うんですよ。それと一緒なんですね。自分の体どういう風にしていったらいいかっていうマニュアルですよね。マニュアル、自分のマニュアルですよ。マニュアル、取扱説明書です、ご自身の。そういったところを一度ね、やっぱり見てあげる、見つめてあげるっていうことがすごい重要なんですね。その中で任すとこは任す。何ぼやってもここは変わらないとか、どうしてもとか、どうしてもここが難しい、この動きができないとか、そういうのがあれば、いろいろ頼ったらいいと思うんですけど、スポーツ選手でもそうです。アスリート。トップの一流選手ほど自己管理、自分のことすごい分かってます。だから、いきなり、スポーツトレーナーとか治療に頼らないです。自分でできるだけやって、無理な時はどうしてもという時は、
説明してトレーナーとかに頼ります。でも二流三流の選手ってもうすぐもう自分で考えずにすぐ頼りに行くんですね。腰痛かったです、腰痛いです、やってる最中にそういえば肩も痛かったですみたいな、全然何も考えてない、自己管理できない、もうそういうのっていうのは極端にもう触らない方がいいですよ。もう教育からですよ考え方、考え方です、極端に言ったら、うん、考え方すごい大事なんですね。うん、だから今一度ねちょっと本当に腰痛、うん、腰痛なんで腰痛なんやろうなって、うん、レントゲン取って何もない、うん、治療院行ってる、その時良くなる、時間経ったらまた悪くなる、うん、今日は痛い、次の昨日は、うん、もうちょっとマシやった、なんそんな波あんねやろうとか、うん、いろいろちょっとね日記とかつけてあげてもいいと思うんですよ。今日痛かった5、今日良かった、1、2とか、うん、なんでこの日はすごいこの痛かったやろうな、この日はすごい良かったやろうなとかっていうのは後でね見返した時に絶対共通してるところあると思うんですよ。自分自身が良くなってくる、良くなる共通点、良くなる共通点が絶対にあるんですよ。悪くなる共通点、良くなる共通点、悪くなる、良くなる、共通してることが絶対あるんで、これをやっぱり、探る、漢字わかんないです、探ってあげるっていうことがすごい重要になってきます。うん、だからなんぼいいことね、治療行って良くなるとか、なんぼこうね節制していろいろやってても、悪くなる習慣、日常でやってることばっかりやってんのやったらすぐ悪く元に戻っちゃうじゃないですか。だから元に戻ってんちゃうかとか、うん、いいことを自分このパターンやったら良くなるっていうパターンをが分かったら、それを積み重ねたらいいわけじゃないですか。で、悪いことは悪いことで分かっとけば、それを意識してしなかったらいいじゃないですか。そういう習慣っていうのを、マニュアルっていうのをしっかり自分自身で分かっとくっていうのはすごい大事です。これは人間の体っていうのは100人おったら100通りあります。脂肪と一緒です。骨格も体質も遺伝も違います。うん、ライフスタイルも全部違うんで、そこをしっかり考えてやっていただきたいなと思います。うん、それでやってもわからんっていうことあったら、またいつでも LINE メッセージください。うん、そしたら今日はこれで終わっておきます。ではまた。